おはようございます。今日は、気になる、ね、いいよ草食べてて。お、乗っちゃった草食べてていいよ、食べてたんでしょ。あ、今日は初めてお友達が来るんだよね。初めてお友達が来ます。草食べててごめんね、お食事中に。明日から私が母と旅行に行くので、うちの母のうちの実家にあるうさぎがお家に来ます。旦那氏がお世話をしてもらうということで、優しいですね。ねえビビスケ、こうやって草をエビ好みって言うんだっけ、好きなやつは食べるけど食べたくないやつはポイって捨てます。基本捨てます。8割捨てられます。美食家です。あ、ダメだった基本捨てられるんだよね。で、今までずっと一人っ子だったけど、初めてウサギのオスが来ます。すっごい大きいからね。出るの？悩んでる夜はすぐ出るんだけどね、うん、なぜか昼間は出ない、うん、すごいね。明るさ的にはそんな変わんないはずなんだね。ね、そうだよね。来てるから。どうやって夜とか昼とか判断してんだろう。うん。確かに。見て見て、ほぼ一緒。行ける？東京に旅行に来たんだって。うん。固まってんじゃん。東京に。いいの出して。手に近づいてきた、ね。いいよ別に。いいの出して。うん、大丈夫だよ。え、パパチョコちゃん。もう名前間違えてるし。チョコちゃん、今日ここ大丈夫かな。ちょっとでか。でかいね、ウサギって。え、こんな。これがでかいの。じゃあポポちゃんこんなのよ。あ、そうか。ゆいちゃん。あ、滑っちゃうみたいな。ゆいちゃん警戒中。警戒してる？見てる？チョコ困っちゃうね。ほぼ一緒だもんね、形。でも自分の形知らないからね。見てる？あ、耳だってる。うん、あそこ閉めとくな。散歩してる。チョコちゃん。チャコ。チャコ。チョコ。チョコだな。それはチャコ。なんかどっちも言ってるよね。どっちも言ってるよね。で、チャコちゃん。ビビちゃん。チャコ。チャコ、草あるよ。ご飯あるよ。チョコ、呼んだとこないウサギなんだけど。ウミちゃんも来ないね。リラックスしてるね。うん。黒くてもう同化したって。うん、そうそう、
大丈夫？仲良くしてよ。怖いな。なんでそのとこ乗っちゃってねえ。どんな気持ちなの今。ダメダメ。なんか乗ってる。でもビビが早すぎて大丈夫。ビビちゃんどう？でも絡んでいってるねなんか。うん、あれ？大丈夫みたい。ビビちゃんそのうんち。あ、お菓子見つけた。これは？お菓子水が嫌いな。あんたの水嫌いだよ。濡れたから。この飲み方じゃ無理だよ。濡れたね。やだね。やだね。ちょっと人の餌を食べる。あんた濡れるよ、そんなとこ見たら。あんた、嫌でしょ、濡れんの。うん。そこは、あんた濡れるから危ない。チョコは？チョコが、あそこに、ちょっと、後ろに。ビビ？なんか噛んでない？大丈夫？うん、噛んでない。で、この2匹はいいんだ。うん、だって今なんか挨拶してたもんね。うん、
なんで喧嘩するの？喧嘩しちゃダメでしょ。ごめんなさい。急に喧嘩する。